アイテム番号 SCP-788JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-788JP の100メートル周辺は部外者の立ち入りを禁止し、18箇所に振動センサーを設置した高さ3メートルのフェンスによって隔離されます。侵入者を検知した場合、直ちに排除及び記憶処理を行ってください。SCP-788JP の境界の外側4隅には、直径、高さとも20センチメートル程度の円錐型に形状を整えた塩を設置してください。また、14日間隔で SCP-788JP 内に塩 300g の散布が行われます。常時2箇所に設置された監視カメラによって状態が監視されますが、SCP-788JP の範囲の増大が確認された場合、臨時に塩の散布を行ってください。説明 SCP-788JP は、県、郡、村に存在する直径68メートルの円形の更地であり、その中央には1人分のものと見られる人間の白骨が半分地面に埋まる形で存在しています。SCP-788JP 内部は一切の植物が自生せず、それにより目視によって SCP-788JP の範囲を確認することが可能です。また、プロトコルが実施されなかった場合、SCP-788JP の範囲が拡大し、その範囲に自生していた植物は同質量の土へ変化することが確認されています。SCP-788JP 内に接近すると、範囲中央が震源であると思われる小さな地響きが繰り返し発生します。また範囲内に侵入した場合、前述の地響きは停止し約3秒後に SCP-788JP 中央方向から衝撃が発生します。実験によって、その際に侵入物体が受ける激力は10キロニュートン毎秒前後であるという結果が算出されましたが、侵入した物体が SCP-788JP 内に留まっている限り衝撃は発生し続け、繰り返されるほどに大きくなります。その激力の上限は判明していません。十分な強度と重量を持った車両等で強引に侵入することは可能ですが、中央付近に到達しても衝撃の増大以外に特筆すべき現象は発生しません。SCP-788JP は、収集員より委託されたオブジェクトの一つです。収集員が SCP-788JP を発見した当時、SCP-788JP は村内で、悪霊の縄張り、と呼ばれていました。その場所には基本的に住民が近寄ることはありませんでしたが、範囲拡大を防ぐために村内で独自に制定された対処法が村人たちによって実施されていました。神道に基づく一連の儀式を半年に一度行うというその手順は収集員にそのまま引き継がれましたが、財団がそれを継承した後、手順の1段階目を行った時点でも十分な効果が現れることが発見され、大幅に簡略化された現在の収容プロトコルに至りました。現在、村は廃村となり、SCP-788JP について知る住民及びその子孫はいないものと考えられています。しかし、村からは一部資料が発見され、当時の儀式内容と被害者の記録が確認できました。その中で、当初は現在よりも範囲が大幅に小さかったという記述が残されていますが、収集員が発見した時点では現在とほぼ同等の範囲まで拡大していたと記録されています。範囲が拡大した時期、原因については明確な資料が発見されていません。以下、D クラスを用いた侵入実験記録です。実験記録、実験記録788、1、被験者 D40991、男性、31歳、長身。実験概要 SCP-788JP の性質を伝えず、範囲内に侵入するように指示。実験結果侵入の後、衝撃の発生により範囲外に吹き飛ばされる。外傷性ショックにより死亡。実験記録788、2、被験者 D10847、女性、37歳、平均的体格。実験概要 SCP-788JP の性質を伝え、範囲内に侵入するように指示。実験結果 D10847 は範囲内に侵入できないと主張。強制的に侵入させようと試みるも、不可視の壁により阻まれた。実験記録788、3、被
被験者 D27850、男性、25歳、平均的体格、対衝撃強化服を着用。実験概要 SCP-788-JP の性質を伝えず、範囲内に侵入するように指示。実験結果侵入の後、衝撃の発生により範囲外に吹き飛ばされる。D27850 はその瞬間、たけるような、幾重にも重なった声を聞いたと証言。実験記録788-3において D27850 が主張した声について、現場にいた他の職員は一切認識できませんでした。しかし、強化服に内蔵された録画機器の映像にはそのたけるような声と思われる音声が入っており、SCP-788-JP 内部でのみ認識できる音声ではないかと推測されています。以下、当該映像記録です。映像記録788-3。映像開始。SCP-788-JP を範囲外から見ており、地響きの音が繰り返される。D27850 なんだよ。この巨人が歩いてるみたいな音は。D27850 この先に進むのか？あの、骨の方まで？境界を見た後、離れた場所で待機している研究員の方へ振り向く。D27850わかったよ。行くよ。範囲内に足を踏み入れ、地響きが止む。D27850くそ。この服重いな。あ、ん？不明、不明なたけり声。D27850 ング。衝撃音とともに空と地面が交互に移り、空を迎えたまま停止する。映像終了。その後、D27850 を用いて再度同様の実験が2度繰り返されましたが、いずれの場合も SCP-788-JP から弾き出される直前に不明な音声が記録されました。この音声は人間の男性に近いと考えられましたが、その瞬間に現場にいた他の職員は一切声を出していませんでした。また、その音声はおよそ10人以上の声が重なっており、ノイズに近いものとなっていました。しかし、不明な音声データの精密な解析によって一つ一つの音声分離を行ったところ、それらはおそらく同一人物のものであり。また、ドスコイという声の連呼であることが明らかになりました。